どこここ東映さんの試写室超重大発表があって。そうだよね、こんな場所借りるってことはそれなりの発表があるってことだ。いやそれなりどころじゃないから。なんとピカイチ。どうも鈴木ひっくです。どうもピカノスケです。せーの、ピカイチお願いします。イエイ。はい、今日は素晴らしい場所からやってきていますけど、どこここ東映さんの試写室。東映さんの試写室、こんな身分じゃないよ僕ら。今回ね、超重大発表があって。そうだよね、こんな場所借りるってことはそれなりの発表があるってことだ。いやそれなりどころじゃないから。ちょっとじゃあ改めて教えていただけますか。はい、なんと7月22日に公開される映画セイバー全怪者スーパーヒーロー戦記に出演することになりました。イエーイ。映画出んの？そう、もう本当に僕を作っていると言っても過言ではない。仮面ライダースーパー戦隊。その映画に出演することになったんですか？そうですね、もう本当に2歳3歳の頃からずっと見てきて、うん、で今回仮面ライダーの50周年とスーパー戦隊の45周年記念作品、まさかね、結構重要な役どころで出させていただいてるんですけど。そうなの？その言いぶりからするとまだ言えないってこと？ちょっと言えないなんかちょっとイラッとするリアクションがまあね、そういうことで、うん、今回はその重大発表とともにスーパースペシャルゲストに来ていただいてます。え、あ、だからこういう場所でってことですか？そうなんです、はい、ということでお呼びいたします。はい、数多く平成ライダーのプロデュースをされていて、今現在機械戦隊ゼンカイジャーのプロデューサーをされている、そして今回の映画のプロデューサーである白倉慎一郎さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、白倉さん。失礼します。うわー、よろしくお願いします。すごい。東映の方からやってきました、あの白倉と申します。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ピカイチ。すごい、ちょっと待ってください。今福君からねご紹介していただきましたけれど、プロデューサーさん。そうなんですよ、平成の仮面ライダーをもう作ったというか、うん、僕の全ての元となっている方といっても過言ではないですね。神じゃん。そうですよ。そうなんですよ、そうだったの。大体、まあ、プロデューサーってやってることはこう多岐にわたるんですけど、はい、まずあのトイレットペーパーの交換ですね、一番。いや神違いです。いや神様面白いないやでも本当に僕が見始めた仮面ライダー、うん、電王もプロデュースされている、うん、あ、そうですか。ありがとうございます。電王の時も本当たくさんトイレットペーパー交換しました今日終始トイレットペーパーの話になりそうです、これだと。じゃあまあ早速ね、2人に伺いますけれど、はい、今回の映画の見どころで、やっぱり福君の役どころ、これどんな感じかお聞かせ願いますか？じゃあ僕からどうぞどうぞ、はい、見どころはなんといってもやっぱり今回記念作品ということで、全仮面ライダー全スーパー戦隊のデッドが集結するという超アニバーサリー作品なので。え、ちょっと待ってください、集結するんですか？そうなんです、もう50周年と45周年が一気に揃うっていう素晴らしい瞬間が見れます。いやすごいですね。え、白倉さんちょっとびっくりしたんですけど、全部揃うんですか？大変だったですね、そうですね、シンプルにもう人数とんでもないですものね。じゃあちょっと福君改めて聞きたいんですけど、ライダー好きだ好きだって言ってますけど、どのライダーが一番好きなんですか？一番は決められません。でもやっぱり見始めたのは電王で、うん、その衝撃が大きかったからこそ今まで好きでいられてるのかなっていうのがあるので、だから僕の中でまあ印象的なのは電王とか、うん、あとは出演させていただいた仮面ライダーオーズだったりとか、ポイントポイントであるんですけど、でも好きなのはどれって言われたら決められない。あー、なるほどね。それだけやっぱり面白い素敵な作品が多いから。え、電王は白倉さんはやられてる？やってましたね。あ、もっぱらあの紙ですけどもういいってすごい。じゃあちょっとそのやっぱりね、白倉さんはいっぱい手掛けられてるということですけれど、僕が思うにね、スーパー戦隊もライダーもコンセプトが毎回違うじゃないですか、はい、どうやって生み出してるんですか？観覧シンクの果てにひねり出すそのどういうコンセプトにするのかっていうことを巡る会議っていうのが一番長いし数が多いですね。ああそうですか。いやでもね、あの憑依して変身するっていうのはどう思いついたんですか？でもあれは最終的な落としどころとしてああいう表現になったんであって、もともとは佐藤健さんが最終的に演じた良太郎っていう主人公が変身したら心まで変わるっていうので、多重人格ヒーローみたいなものをこうやろうとしてた。でだからそれを多重人格を演じられるに至る新人だけれど非常に芸達者な俳優
っていうのをこう探さなきゃいけなかったし、ということで佐藤健さんに最終的になるんだけれど、そもそもその多重人格っていう表現自体がテレビ行動的にちょっと問題がある。じゃあその人格っていうのがそれぞれ別にいて、でそれが憑依してるんですっていう表現にしますっていう落としどころとして用意してあったんですよ。なるほど。もうちょっとだけその作成の秘話聞きたいんですけれども、やっぱ作る時の時勢というか、これが今世の中では流行る流行りそうみたいなの、やっぱこれはそうですよ。ああそうですか。ただ流行り物っていうのを取り入れようとすると、実際に放送がスタートした頃にはもう廃れてるんですよね。確かに今度はこれが流行るんじゃないかなっていう、ある種は出ずっぽうですよね。すごいな。で大体外しますよ全然キアしねえじゃねえかアイデア会議も大変だと思いますけど、他に大変なことって何ですか？1年間っていう非常に長期スパンでやっているので、俳優さんのメンタルっていうのが多分一番大事なところだな。そのいかにテンションを保ったまんま、ある種初心をこう忘れず、なおかつ1年間かけてきちんと成長していただくっていうのが一番大変なことなんじゃないかなっていうのも、ね、まあ、みんなで、応援していかないといけないっていうのが多分一番大事なことです。うわ、今日のピカイチはぜひ大人に見てもらいたいなこれはいい話だなじゃあもうちょっとお二人にこれ質問ですけれども、お二人にとってライダーとかスーパー戦隊って何ですか？僕は今の僕を作ってるものであることは確かだなっていうのがあって、うん、実際仮面ライダーとかスーパー戦隊を見てなかったらこんなに熱中するものがなかったのかなとか、でも本当に仮面ライダーとスーパー戦隊好きだったからこそ、小1とかの時にバラエティ番組でずっと仮面ライダーの話をしてたんですよ。あ、そうでしたね。なんかそういうのもどんどん繋がっていって、だからこそ今もバラエティに出させてもらったりとか、きっかけにもなってるんじゃないかなって芸能生活の幅を広げたのがもうライダーとスーパー戦隊といっても過言じゃない。過言じゃないですよね。いかがですか白倉さんは。もう手掛けられてる方ですけれども、やはり自分自身が小学生の折に仮面ライダーも始まり、ゴレンジャーも始まり、当然その視聴者として入ってその衝撃っていうのを受けてるんですよね。その子供の頃だった自分が受けたような衝撃をもう一回その今の子供たちにきちんとバトンとして手渡せるかどうかっていうのは、なんか常に偉大なる先達っていうのがこの辺にいて見張られてるような緊張感っていうのをありながらやってるんですよね。そっか、昔の子供の頃の自分を裏切らないようにっていう、その子供の頃の自分に向けて、うん、当時の大人たちが真剣に向き合ってくれたっていうその真剣さっていうのをちゃんと自分も今持ててるかっていうことを常に問われてる感じがするんですよ、ね、福くん、もうそろそろ時間だけど福くんからも質問どうよ。ちょっと聞いてみたかったのは、お、仮面ライダー の、 その変身ポーズとかってあるんですね、うん、ああいうのも大人の方々が考えてらっしゃるんですか？大船アクション監督がいわゆるスーツアクターっていう人に振るんですと、スーツアクターさんがあの変身前の役者さんに、どうしたらいいって聞くんですよで聞かれた方困るじゃないですか、え、教えてくれるんじゃないですか、うん、考えるんだよって言って、じゃあこんなのでっていう風にやると違うんじゃないっていう風にみんなで言いながら作っていくっていうケースが多い気がします。すげー。まあ裏話なんですけど、はい、今仮面ライダーセイバーの1号ライダーとしてやられてる周一郎さんが最後のこのポーズは電王から来てるんだよっていう。えっ、福くんこれもうダイレクトにちょっと聞いてみれば、ライダーにさなりたいじゃんか。はい、僕はどうしたら仮面ライダーになるんですか？いい聞き方だな。いやでもさっきもちょっと話出ましたけれど、やっぱりその佐藤健さんの時もそういうのが演じられる方をこう探すってオーディションもなかなか難しいんじゃないですか？難しいですよね。誰が合格とか不合格っていう話じゃなくて、役に合う合わないっていうのを言ってんなので、佐藤健がいるかいないかっていう、そのただ言ってんだって名言だな。なるほど。いやだから福くんもだからこのライダーには鈴木福っていうそのライダーがいればいいんですよ。そうだねこれはあの真面目な話、今回の映画の役どころ、はい、今の福くんにしか演じられないっていうこのドンピシャの役どころなんですよね。めちゃくちゃ気になるな全然知らないから超気になるなこれはぜひ映画をご覧くださいっていうことですもんね。そうですね、もう本当にピカイチの視聴者さんは全員見てください、うん、大ヒット間違いなし本当いい話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ピカイチ、あるスーパーゲストが来てくれるんですよ。いやいや、白倉さんがもうおられるじゃないですか。いや、これただの前座。じゃあ福さん、ちょっと紹介していただいてもいいですか？はい、スーパースペシャルゲスト、この方々です。セイバーさんと全開さん。えぇ、ー、えぇ、ー
わわわわわわ、すごい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 、まさかの最後にこんなスペシャルゲストが。そうですね、今やっている仮面ライダーセイバーの1号ライダーのメインでやっているセイバーさんと、機械戦隊ゼンカイジャーのゼンカイザー、機械一。今回の映画スーパーヒーロー選挙は仮面ライダー50周年とスーパー戦隊シリーズ45作品目の記念のアニバーサリー作品となっています。ヒーロー誕生に迫る物語となっていますので、皆さんぜひ見に来てください。よし、では福くん最後ポーズで締めちゃってください。せーの。禁断の地アガスティアベース、そこにある世界そのものを揺るがす危険な禁書が解放された。うわぁ、君たちはガオでもいいよ。え、禁書が解放されたせいで現実と物語の境界が曖昧になり、現実世界が崩壊しまうんだとさ。これより物語は私が支配する。危ない。鍵となる謎の少年と共に。そっちの人トーマって言ったっけ。そっちは五色田カイトだね。混ざり合う世界を救え。急に変な世界に放り込まれて迷惑してんだよ。俺三重金ピカ全開。エマージェンシー、ただ事ではないようだな。さあ、お前らを止められるのは俺たちだ。みんな力を一つに。物語をまぜこぜにして一体何を企んでいるのか。神の力でヒーローを世界から消す。みんな行くぞ。我ら仮面ライダー、我らスーパー戦隊、全てのヒーローの力で俺たちは戦う。セイバーゼンカイジャースーパーヒーロー戦記。行くぞ。スーパーヒーロー誕生の秘密が今明かされる。前売り券発売中。超豪華入場者プレゼント決定。こうご期待。最後まで見てくれてありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。じゃあまずあの採寸していただくんで小顔だしね、お面もちゃんと入ると思う。そっちですか。スーツアクターの方で。